三国志演技は、羅漢中作の通俗歴史小説、三国志演技を題材とした中国、中央電子大制作のテレビドラマである。日本でテレビ放送やソフト化された、蔡の放題は、三国志、三国志演技、三国演技、魔説、三国志など複数ある。三国志演技を題材とした作品はそれまで数多存在していたが、その規模の大きさから、 全編の完全映像化は不可能とされてきた。しかし、1991年7月に国家的事業として制作を開始した。制作費は当時の日本円でおおよそ100億円超。動員された中国人民解放軍のエキストラは延べ10万人以上と中国映像史上空前の規模で行われた。現実感と迫力の追求のため、 CG やミニチュアは用いられず、曹操が建築した銅弱台や石壁の戦いの陣営のセットは原寸台で再現。石壁の戦いの撮影はそのセットや船舶を実際に燃やして行われた。武将の一騎打ちの場面も武将役の俳優が大役のスタントマンなしで行っている。3年の収録の後、1994年九正月に、 1> 第1話がオンエアされると大きな反響を呼び、放送時間になると中国の繁華街から人が消えると言われた。非天賞の最優秀作品賞、最優秀男優賞、美術賞、金曜賞、金流賞、中国政府51賞ほか賞を総なめした。それまで中国では悪役だった曹操役のアワビ国安も主演男優賞が与えられ話題になった。 全84話の完全版は NHK 衛星第2テレビジョンにて1995年4月から9月までに日本語吹き替えで放送された。香港発 CS チャンネルのマットブムービーアジアでは普通話、関東語二重音声で放送された。国際スタンダード版は地上波テレビ局の KBS 京都、テレビ金沢、千葉テレビテレビ神奈川。 青森テレビ東京 MX、サンテレビ及び CS チャンネルの衛星劇場、チャンネル銀河などで放送された。君主王子武将文官異民族君主、武将文官君主武将文官君主文官,主文官放題は、BS2 のの完全版のみを記載する。ありがとうございます。